はい、黄金線ことでございます、おはようございますというところで朝の時やっていきたいなと思います。まずは、フェスですね。はい、すいません、フェスなんか即属性みたいな感じでね、朝のトークでもどっちかわからないですねみたいな、力技みたいな感じでね、あの訂正した、次の日の朝訂正はしてたんですけども、力でしたね。そんな力押すかみたいな、技はまあ確かにフェスで技いるんで、まあ、力かなと思いましたけども、力ですよねみたいなところで、さあ力だとどうなるのか、まあもう300連覚悟で行くしかない。あ、そうです、まずあの即属性杯のデッキはこんな感じで、やってます。はい、やってますっていうか、まだ1試合しかしてないとりあえずやっぱ技が有力なので、あと反町くんが思いのほか機能しなかったので、もうシューター全部技にしよっかなとか思ってて、ヒューガ君やっぱり入りますね。あの35分くらい過ぎれば大体のキーパー抜けていけそうな感じなんで、今考えてるのはやっぱリバウール、そしてダビ、この辺を入れていけば、で結局チームスキル無効だったんで、まあ技多めでポイントポイントで即でもいいんじゃないかなと。まあオーシューパーの人はちょっと前のあのね、あの即ベース、即海外ベースのシュナイダー、スタイン、タイガーボラン、カルツとか入れてって、まあ、シェスターとかね入れていくのがいいんじゃないかなと、まあ、絆下がっちゃうんですけど、シェスターだいぶいいんじゃないかなとちょっと自分は思ったのですが、はい、これポイント、美咲くんが入れれないっていうのがポイントになってまして、美咲くん入れたいなと思ってるんですけど、まあワンチャン美咲くん入れてもいいのかな、こうしてもいいかもしれないですね。はい、まあ、ただ全力がたまらなくなっちゃうんで、あのせっかく即属性杯なんで、ラファエルで全力を貯めたいなというところがありますね。はい、こんな形で検討してます。はい、うん、これでだいたい力のシューターの、シュートはまあ超新星ブロックで止めれることができるのと、まあ、井川くんのリカバー、そして地頭くんの、これですね、こちらダダダダダダダして、根性とかね、あの火事場の一撃をうまく使えれば、まあ、ただ火事場なくても、あのまあ速の対決で、レベ10威力がね、S10 なので、まああの大体止めれるんじゃないかなと思って、まあ、こんな感じでいいんじゃないかなとかちょっと思ったんですけど、まあ欧州パーベースの海外の人の方が、まあ、やりやすいのかなとちょっと思いました。はい、まあ、絆そこまで高くないので45なんですよね。まあちょっとこの辺が、どうかなと思うところで、まあディフェンダー足してもいいのかなっていうような気もするんですけど、技のディフェンダー足してもワンチャン全然ありですね、これだったらね。技、あ、赤井くん入れといてもいいかもしれないですね。赤井くん即属性、あ、自頭のおさわりとか入れといてもいいか、多分ぶち抜かれないので、多分 S10 なんで、あ、自頭入れとこっかな、ちょっとそれもありかもしれない。自頭か伊沢くんを入れとか、伊沢じゃない、赤井くん、こっちの赤井くんよりこっちの赤井くんの方がいいかな。で、字と技に変えてもいいかもしれないなとちょっと思っております。はい、まあ、あの前回の力属性杯とかもそうなんですけど、まあ、あの逆属性、ね、入れておくと非常に有効なので、まあ、逆属性キャラシュッと入れておくといいかなと思っております。まあ、キーパーがね普通にあのこのデッキだとキーパーが普通にあのこれだった時にあの入るのが普通いつも通りになっちゃうんで、終了前いつもの 30% の試合になっちゃうんで、収束のシューター、そうするその時はまあ反町くんこの辺どうかな、入るかな、ちょっとまだ試してないんですけど、こういう時にね海外の速の強いシューター持ってないとまあ一苦労するかなと。まああとはフットサルコンビですよね。フットサルコンビの新しいやつ持ってる人はまあその威力で抜けるかもしれないんですけど、まあ、今回 S10 というところなので、まあ、全力中でしっかりシュートしていくっていうところが一つキーポイントになるのかなと思いました。はい、まあ、ただ技ヒューガね、あのフェスヒューガを持ってる人であればヒューガは結構有効ではないかなと思っております。はい、参考までにというところですね。はい、ちょっとねなんとなく組んでみた感じのイメージです。は
はい、さあ、そして、夢玉30個しっかり回収しましたでしょうか。あとあのフェスでちょっとねポイントになったのがすごいですよね。ここね、こんなにまた日本のドリフェスが、しかもユニフォーム全部違う、ジュニアユース、ワールドユース、ゴールデン23というところで、どんどんね成長した代表のユニフォームになっているというところ。はい、そしてドリームフェスは石崎くんなんですけど、こちらですね、旧正月で夢玉がログインして、50個もらえるっていうのと SSR 確定ガチャチケットというので、しっかりね旧正月の方も抑えて、プレイヤー的に多いね、東アジアの方ですね、特に中国系の方の、イベントにも対応しているというような形でございますね。はい、まあ、日本のお正月だけじゃなくて、中国のね旧正月の方もしっかり対応してというところで、まあ、各国のなんかイベントごと全部ね対応して、ね、50個100個ずつ配っていけば結構なるんじゃないかなと思いましたけども、はい、これがもらえるのがなんと2月1日火曜日なんですよね。でフェスが1月で4時からなんですよね。で1月31日の4時からなんで、まあ1日我慢すればあの50個ね無償でもらえるというようなものになっちゃう、 なっちゃいましたね、なってますね。はい、すいません、今ピッピーってすいません、今あのあれさ、あのホットヒーターみたいなボタン押しちゃいました、足で、すいません。はい、そうなんですよね。なんでまあ夢玉を最大もらおうとすると1月31日に多分5時くらいにランクマの報酬があって、まあでその後2月1日にまあ50個あるんで、まあまあ100、まあ結構スパスターとかいる人だったら100個以上そこでもらえるの、まあ、20連分ですね。はい、もらえるので、まあチャンスではないかなと。20連で当たる確率ってどんくらいだろう。 10%ぐらいですかね。はい、そんな感じかなと思います。はい、さあ、あとはですね、今日土曜日なんですけれども、今日は、夜の9時から、第11回、ツイッター杯ですね、こちらの抽選会の方を、お送りさせていただきまして、10時から、交流戦ですね、久しぶりにゴールデンウェーブ VS ゴールデンウェーブ VS、ピーチファミリーさんとの試合の模様をですねお届けできればなと思っております。はい、まあピーチファミリーさんね、なんか結構モサモサ揃いという噂なので、ちょっとすごい楽しみに、はい、見ていきたいなと思っております。今日もねあのメンバー、いろんなメンバーをねご紹介したいなと思っておりますので、楽しみにしていただければなと思っております。はい、あとそう、ツイッター杯に関しては応募が過去最大の80名を超えてというところで、まだ今、ラストの、ね、時間前に収録しているんで最終どうなるかわからないんですけど、これ過去最大ですよね。個人戦で結構、まあ、で ねやっぱ有名プレイヤーの方ねいっぱい来てますし、非常にね誰が優勝するのか楽しみなところかなと思っております。はい、さあ、あとですね、もう本当にいよいよ、実はですね、1月その昨日ちょっと朝の東京で話した連盟の話ところだけではなくて、海外の方とずっとやり取りというのはもちろん、まあもう分かる方は分かるかなと思うんですけど、 WCIC の、いよいよ発表ができそうなところまで来ております。はい、で WCIC というね、1回目から、ちょっと追ってるんですけど、1回目はシュートサインさん、2回目はシュートサインさんとキャプテンツバメさんが出場された、世界大会ですね、まあユーザーが開く世界大会の連盟の、世界一を競う大会があるんですけれども、そちらの模様の第3回がいよいよ大詰めになって、概要とかですねいろいろ詰まってきて、いよいよ、発表されるところまで来てるんですよね。でまだ正式発表には至らないんですけど、そこの今大詰めの、作業をして、作業というかやり取りをしてまして、日本側はこんな感じだよというところで、はい、今やってるところです。はい、そこがね1月実は毎朝ずっと英語、もうちょっと英語をね Google 先生に聞く癖がねちょっとついてというところで、いろいろね久しぶりに英単語覚えました。あ、この英単語はこれなんだみたいなとかね。で今回ねまたちょっといろいろ変わった状況なので、またこちらの方もですね本当に正式に開催が決まって、発表ができる折には、2月はそうですね、ツイッター杯と WCIC の、模様の方をいろいろ追ってお届けできればなと
思ってはおります。はい、ツイッター杯の方はタケッキーが、出ますので、タケッキーの、毎週火曜日のミッドナイトタケアキアワーのタイミングで、なんかねそういうのが上がってくるのかなっていうような期待もしておりますし、はい、あと、竹脇さんですね、ちょっと本人に DM が行ってるのかはどうかちょっとわからないですけど、引き続き、竹脇さんとの、おしゃべりフレマーっていうのでディスコードを使いながら、おしゃべりをしながらフレマーをしようっていうね、新しい試みのフレマーを募集しておりますので、よかったらお気軽に竹脇さんのところに、ですね、ダイレクトメールですね、ツイッターのダイレクトメールを送っていただけるといいなと思っております。はい、さあ、そんなところで今日は夜の9時から YouTube ライブスタートしますので、お時間ありましたらぜひ遊びに来ていただければなと思っております。はい、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。